忠勝、お主の考えを聞こう。愚問。拙者が殿なら、なすべきは。でござる。忠勝、見事であったな。はい、忠勝殿の武、まこと日本の超欲得に相違ございません。死に急ぐ者は来るがよい。拙者本田忠勝がお相手申す。主君がためとあらば、この忠勝、長期とも関羽ともなる所存。その志、信長を前にしても貫くか。愚問。申し上げます。ん？羽柴軍、長久手へ向け動き出したとのこと。その数、来たか。天下取りまであと少し。残るは徳川家康か。敵方は我らに倍する多勢。さーて、これを何とする。どうすればええかの。さすがに倍は難儀だろ。やいに紛れて奇襲をかけるとか。愚問。戦は数のみにていたすものではござらん。気をつかみ力を尽くすこと、これもまた戦の要なり。数におごるもの、その数において恐るに足らん。今こそ三河武士の真面目を示す時ぞ。半蔵。敵を打ち果たしたその果てには何があるだろうな。どいつもこいつも難儀だね。戦ってのは戦うってことだ。それ以上でも以下でもねえさ。なあ忠勝さんよ。そうだろう。生きるも死ぬも、ここが最後の戦場だ。あんたはどうするんだい。困難を打ち破る力なり。されどまた強さと平穏のうちにまどろまず、孤独のうちに無力を悟ることなり。長久手に本田忠勝ありと。ここは引くわ。されど殿、
ここで退いては。アホか、あの男止められるわけねえや。ならもっと他に手はあるんさ。本田忠勝、日本第一古今どっぽの勇士なりか。この世から戦乱は果てるものだろうか。愚問。人の世が続く限り戦が絶えることはござらん。されど戦を終えるのも人しかおらんな。そういう殿ゆえ忠勝はここにござる。はっ、戦なき世の武士、それをしも武士というものか。